あまりにもこのキャラクターがいろんなキャラクターが出てきて敵役とかも人気が出すぎて、はいはい、このスピンオフで、あ、すごーい。でこの、あのとある科学のレールガンというアニメの方は、はいはい、あの主人公にちょっと惚れている女の子、あの、まあ、いっぱいいる女の子の中の一人が主人公になってる漫画です。へー、面白そう。え、面白いぞ。これジャンプであったんですか。いや、これはですね、だから、うん、あのライトノベル小説、あの電撃文庫っていう、あのその漫画っぽい、あの小説をどんどん出していくところがあって、あ、ファンタジー小説とか。なるほど、そこの、そこの作品の一つですね。面白そう。で今年この本家の方の、はいはい、とある魔術のインデックス、うん、こちらが、第3期、秋から放映開始ということで、あ、僕はもう楽しみでしょうがないんです。あ、ちょっと見てみたいですね。私もあの第3期からはちょっと世界大戦になるんで、なんかすごい壮大な、あの、はい、魔術と科学の戦争なんですよ。ちょっとあの宗教の話とかも入ってきたり、科学的な話も入ってきたりで、すごい面白いんですよね。内容が深くて面白そう、はい。まあちょっと主人公があまりにもハーレムすぎて、ハーレムすぎて、あ、内容的にちょっとラッキースケベがあって、あ、だけ、あのこう転んだ先にパンツが見えるとか、あ、そう、ちょっとそういうお茶目な部分もありながらも、まあ、でも結構内容深くなっていくん で第3期は面白いと思います。あ、じゃあ皆さんもぜひ、はい、ぜひもしよければチェックしてみてください、うん、結構面白いんでね、うん、はい。シュプリームさん、息子がよく、浦安鉄筋家族を読んでいたな。僕の小学校の同級生もみんな読んでおりました。流行ってましたよね。なんか流行ってたイメージがすっごい。浦安鉄筋家族はなんかやっぱり、うん、あのベーシックっていうか、あ、僕たち世代は結構みんな読んでますよね。結構割とスタンダードにみんな読んでますよね。ですよね、うんうん。なので、あの浦安鉄筋家族のあの絵面でマキシマムザホルモンのアルバム出た時はびっくりしました、ね。そうだったんですか、はい、へえ。あのなんかもうおっぱい垂れ下がったおばあちゃんのね、ジャケットがあるんですよ。見てみよう。気になる方はそれも探してみてください。マキシマムザホルモン、面白いですよ。じゃあそれも要チェックですね。はい、はい、そろそろですね、一旦 CM 行って、うん、まあ、お天気の情報とか行きましょうか ね、はい、うね。こちらからもお伝えの情報があるので、ちょっとね先にこちらを済まして、今度後半はね、まあ、大塚健二さんが話しづらいと言ってましたんで、ね、ちょっと漫画はとフリーでいきたいと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。ということで一旦 CM でーす。喉大丈夫です。そう、すいません、久しぶりに。全然詰まって全然大丈夫です。よかったです。もうさすがキャンさん、よかった。もうそういうのはもう調子を見ながらやっていただいて大丈夫、うん、僕が繋いでる。助かりました。でもこう一人の時やばいですね。そしたらって思いました。ああ、結構ありますよそういう時。だから BGM 上げて、なるほど、失礼みたいな。なるほどなるほど。人間いつでも完璧はありえないんで。よかった、そういう時。今日水着の方多いですね。うん、多いですね。いいなぁ。いやぁ、そっか、今の子はすごいジェネレーションギャップを感じました、はい、すごいなぁ。ちょっと水着が着れる体にちょっと鍛え直さないとなぁ。いける。いや、ちょっとお腹が少しね乗っちゃうやつがあるんですよね。いやでもなんか海ほんと行かなくなっちゃったなぁ。いいですね。ちょっとじゃあお天気と、はい、交通情報いっちゃいますか。はい、これだ。こっちは大丈夫ですね。あ、はい。高速道路は大丈夫ですって言って、あ、そのままそのまま、はい、一般道、一般道で、はい。
はい、ではお天気と交通道路交通情報に参りたいと思います。ではナーリーお願いします。はい、今日の高速道路はですね、特に渋滞混雑などは、はい、はい、なかったので、はい、スムーズに流れているようですね。はい、はい、では次一般道の方をちょっとお伝えしたいと思います。はい、お願いいたします。はい、ですね、大茶奈交差点から、前原交差点までの上りの方が若干渋滞しておりますね。はい、はい、また逆側ですね、前原交差点から大茶奈交差点までの下りの方も渋滞しているので、安全運転でお気をつけてください。はい、お願いします。はい、あとはですね、牧港交差点からぐすくま交差点、こちらの方もただいま渋滞しております。はい、はい、58号線ですね。58号線です。はい、歯向けが混んでるようですね。そうですね、鼻筋ということもあって、はい、はい、のところも、はい、あとは酒田からアハチャにかけて、こちらもですね、両方混んでるようなので、割とですね、進み具合悪いようですから、皆さん気をつけていただきたいなと思います。はい、あとは330、古島インターチェンジから大平にかけてですね、大平から、古島インターにかけて、こちらの方がすごく混んでるようなので、皆さんご注意ください。はい、はい、じゃあ以上道路交通情報でした。じゃあお天気の方ちょっと参りたいと思います。はい、はい、天気、今日の天気がですね、北の風やや強く晴れ、夜曇り、波 2.5メートル、後3メートルうねりを伴うとなっております。うん、はい、やっぱ台風だから少し高いですね、波がっちゃってますね。はい、はい、では次、明日ですね、北の風やや強く、後東の風非常に強く、雨、昼過ぎまで時々曇り、ところにより夕方から雷を伴い激しく降る、波も4メートルうねりを伴うとなっておりますので、まあ、これは台風の影響ですね。はい、ね、はいはい、でも気温の方は最低28度、はい、最高31度と、はい、涼しく過ごせそうですね。ですね、はい、じゃあ日曜日の方もちょっと触れておきましょうか。はい、そうですね、あさって日曜日が南の風強く、後やや強く曇り、時々雨、波4メートル、後3メートルうねりを伴うとなっております。はい、日曜日はもう台風過ぎ去ってるんですけど、まだちょっと波はね、高いですね。はい、海上とかは影響残りますのでね、はい、まあ、海沿いでのレジャーを計画されてた皆さん、ちょっとですね、まあ、今後の情報も注意していただきたいと思います。はい、はい、これに伴いですね、お知らせの方から一つ、こちらはですね、沖縄電力からのお願いが入っておりましたので、こちら先にお伝えしたいと思います。沖縄電力からのお願いです。台風14号が沖縄本島地方に近づいています。台風が接近し、強風で物が飛ばされると危険なだけでなく、電線に絡みつき停電になる場合があります。風で飛ばされそうな途端、看板、ビニールハウスの固定など事前の対策をお願いいたします。また停電が発生した場合に備えて、懐中電灯、携帯型ラジオ、乾電池などの準備や、携帯電話、スマートフォンの充電、ブレーカー操作の確認をお願いいたします。なお、台風の影響により停電が発生した場合、沖縄電力ホームページにて停電情報をご確認いただけますということで、皆さんですね、まあ、台風が来ているときは、まあ、停電とか大変ですからね。え、はい、一度なったら、はい、まあ、もしなったとしてもですね、まあ、いろいろ、まあ、どこで停電してますよとかは、うん、沖縄電力さんがね、はい、ホームページで発表しておりますので、うん、ちょっとチェックに確認して、対処していただきたいと思います。まあ、今回の台風ですね、強風域だけで、あ、よかった、そうなんですね、はい、暴風域は今のところできてないですし、まあ、今後できるという予報にもなっておりませんが、かといってそうなんですよね、はい、物は飛びますからね、はい、気をつけてください、はい、沖縄の台風はですね、本土の台風と違いますからね。ね、そう、はい、うん、いくら強風域だけといってももうそうなんですよ、まあ、本土に直撃した台風と変わりませんので、ね、はい、皆さん、沖縄の皆さん、本当にね、うちなんちょ台風に強いんですよ。そう、なんかね、ついて慣れちゃうからね、はい、油断しちゃいがちなんですけれども、そこだけはね、油断だけは禁物ですので、ね、はい、うん、はい、こういう時にこそ何か災害とかね、あると大変なので、はい、ね、うん、まあ、ちゃんとね、対応をして、はい、今週末、はい、楽しく過ごしていただきたいと思います。います。ということで、以上道路交通情報とお天気のコーナーでした。一旦ですね、あとは
ニュースのコーナーも行いたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは FM ギノワンからお知らせのコーナーです。ですね、まず最初にお伝えするのは、先ほどの、台風のところもそうだったんですけど、西日本豪雨災害義援金のお知らせです。2018年7月の西日本を中心とした大規模豪雨災害 により、各地で甚大な被害が発生しております。そこで FM ギノワンでは、被災された方々を支援するため、ギノワン市民の方々にとどまらず多くの方に呼びかけ、義援金を受けております。皆様からお預かりしました義援金は、宜野湾市社会福祉協議会を通じて被災地の復興に活用してもらう予定です。 FM 宜野湾での、西日本豪雨災害義援金の、受付は、口座振込で行っております。口座番号 1855-259、 繰り返します。 1855-259、口座名義がですね、株式会社 FM ギノワン、株式会社、こちらですね、漢字で FM アルファベット、ギノワンはひらがなです。で、銀行の方がですね、沖縄銀行となっております。義援金の受付はですね、9月15日、土曜日までに行っておりますので、皆様のご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、あとですね、チャリティーボーリング、福祉バスストライクの、ご案内です。平成30年7月1日より行っております。期間の方は9月30日までを予定しておりますね。場所がギノワンレーントゥーセントラルマルチボール、マチナトボール、参加費が1500円、2ゲーム代込みで、靴代別と。期間終了後、当選者に、連絡の上、宜野湾福祉祭り、あ、こっちはちょっと違いますね。表彰のお話もありますが、目的ですね。市民の皆様に、気軽に集える場としてチャリティーボーリングを実施します。本収益金は、地域福祉団体等が使用する福祉バスの、購入費用に充てていきますので、よろしくお願いいたします。お問い合わせ先が宜野湾市社会福祉協議会、お電話番号 098-892-6525 となっております。はい、そしてですね、もう一つお知らせがございます。今週末、台風が来るということで、ちょっとね、はい、延期になったものがあるのでお伝えしたいと思いますね。はい、はい、こちらですね、普天間産駒エイサー祭りのお知らせがありましたが、台風でですね、9月16日に延期となりました。普天間産駒エイサー50周年祭りですね。はい、こちらはですね、9月16日に延期になりましたので、皆さんよろしくお願いいたします。ということで、以上お知らせのコーナーでした。引き続き、サザンブリーズをお楽しみください。はい、時刻は午後5時、44分を回ろうとしているところです。はい、サザンブリーズ今日金曜日お届けしておりますが、ミキサーは私キャントナリーでお届けしております、はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。ということで、この後はですね、ちょっとトークテーマをフリーにしてお届けしたいと思いますが、はい、つーくんさん、インデックスの劇場版の、財布を昔ルーレットで5になれば当たりで、100円で当てたよ。おその財布を、5年ぐらい使ってるよということで、あ、いいですね。すごい。わ、これはちょっと羨ましいです。大塚健二さん、漫画50オーバー実写版月光仮面、忍者舞台月光ブースカ、忍者服部くんとかですかね。当然テレビ白黒です。
泣くもんか。もう唯一わかるのが忍者服部くんだけでしたね。そうですか。月光仮面とかも結構有名ですけどね。大塚健さん、ふうふ、パーソナリティさん、鼻先少し赤くなってるかもです。あの日焼け止め、日焼け止め、いや本当にキャンさんが言ってたのはこのことかと。しっかり日焼け止めは塗った方がいいですよって言ってた、はい、あ、なるほどなと思って、意外に照らされてるという。そうなんです、ね、ここすごいですよ、うん、僕はあの木曜日担当してた時一人なんで、もう席がちょっと移動するじゃないですか、この真ん中で。なるほど。自分も当たるんですよ、はいはい、するともうヒリヒリしてましたから終わる頃には。はい、でもキャンさん白いですよね結構。いやもう1年間こういう生活してるんで、あの夜夜仕事して、日に当たらず、日に当たらず、日中日中動かないんで、動かないとなると、はい、なるほど。でもたまにね、自分で趣味であのローラースケートしたりとかするんですけど、だからそういう時すごい大変ですよ。あ、めっちゃ焼けちゃう、はい、赤く。なるほど。ということで、はい、皆さんもね、日焼け止めはぜひしてください。ビーチの皆さんはやってると思いますけどね。ね。はい。はい。日焼けにはご注意ください。大塚健二さん、PCE1、モニターよく見えそうですね。ということで。はい。今日はですね、ちょっと僕の個人私物を持ってきて。あ、それでバッチリ見えます。はい、ちょっとこれあった方がいいかもなと思って。めっちゃいいですね。試しに使ってみました。うん。はい。はい。エコさんから。台風の日こそお出かけ日和。笑。ダメですよ。そう、ダメですよ。でも今回はね、そう、大塚健二さんも、え、沖縄あるあるですかっていう。じゃあ、うわいや、でも台風の時出ないんですよあんまり。あ、居酒屋とかも閉まってますし。あ、確かにそうですよね。もうでも、うんうん、今回みたいに暴風域がない時は、うん、もしかしたらね、ね、みんな飲みに行くんかな、かな、みんな、はい、そういいですね。ね、ということで、大塚先生、え、沖縄あるあるなんですかって言ってますけど、あるあるではないです。はい、シュプリームさん、キャン君、雪肌石器製ですよ。あ、石器製、あ、石器製でも使ってるっていうぐらい。そうなんですか。そう、もうこれなんか美白に、もう美白といえば石器製みたいな感じなんですよ、女性は。何もしてないんですよ、ね、してないで、この白さだそうです、キャンさんは。あ、でも最近あの、うん、シミが多くなってますやっぱり。そんな、やっぱり陸上やってたんで。ああ、そうなんですね。あの20代前半 の、 あの紫外線は今来てます。あ、今来て、来ちゃってるんです ね、 ね、なるほど、はい、うんうん。大塚健二さん、ああ、キャンさんなんだろう、夜行性羨ましい感じかない、感じがしないって。でも結構日中動いてるイメージなんですね。まあそうですよね、まあ、アクティブな趣味があるって言ってるので。確かに、そう、なんかむしろ黒そうですもんね、なんか サイクリストだと。はい。だから、まあ、色くなることは多かったんですよ前まで。あ、じゃあ出なくなったら自然と白い。やっぱ元々は白い、元が白い。なるほど。だからよくお前なんでか病気かってよく言われました。誤解を。あの陸上始める前までは唇青いし、色白いし、白いし、大丈夫か、お前体調大丈夫か。あの仲のいい友達が心配してくれるんですけど、別に元気だけど。いや、元気というね、本人は。はい、いや、もうそういうこともありましたよ、本当に。うーん、これこそパーソナリティのプライベートの話ですよ。あ、そうですね。さっき大塚さんが求めていた。求めていた。はい。はい、シュプリームさん、台風の日、フヒラヤーチ？フヒラヤーチ。台風の日は。日風？平屋地？平屋地食べてるでしょみたいな感じですか？違うかな。まあ家によると思います。まあ停電するとね、ねえ、はい、物が、あの冷蔵庫開けきれないとか。そっか、そうですよね。そうです。だから平屋地、確かに、まあ、家庭によると思いますが、あると思いますよ。ね、はい、うんうんうん、うちはですね、停電すると水も止まるんで。あ、そうなんですね。だからパンを買い込んで、みんなでパンを食べながら、ろうそくのもとトランプとかでした。あ、なんかいいですね、はい、家族でババ抜き。か、兄弟いるでしたっけ。兄弟もいますし、幼い頃はおばさんたちも一緒だったんで。あ、じゃあめっちゃにぎやかですね、なんかワイワイっていうのもいいな。はい、私一人っ子なんで、ちょっとそういうの憧れだったんですよね。そうなんです。なんかこういうみんなでワイワイ感、そう、まあそれもいいんですけど、うん、ここまで多いと一人なりたいですよ。ないものねだりなんですよね。そうなんですよね。わかるかも。僕の一番の宝物は大学時代の一人暮らしです。あ、大学時代は一人暮らしだったんですね。はい、4年間一人暮らしだったんで。わー、もう最高、一人最高っていう。もう自分の城ですよ。城。はい。
好きなようにやって好きに綺麗にできて誰も何も文句を言ってこないっていうね、それはそれで最高ですよね。自分で洗濯とかも全部ペースできるわけじゃないですか、料理も自分でできるし、いやもうあれはもう最高の4年間ですね。最高の4年間でしたね。だその間に誰も来てくれないっていう、はい、女の子を誘えなかった僕の弱さです。これもまたあれですね、プライベートなキャンパーが垣間見れてみんないやーチキンだったな俺ということで大塚刑事さん、シュプリームさん詳しすぎ、大塚刑事さんキャンさんサンクスで、シュプリームさんナリナイスフォロー大塚刑事さん平屋ち平屋ちキャンさんうち来て片付けてほしい、えそうなんですか、まあでも僕実家はやばいですよいやあのね、自分だけの空間だったら片付けは得意なんですよ。あ、な自分だけの空間だからこそ綺麗保ちたいってのありますよね。そうですね。ただ誰かが何かをするとその瞬間にやる気をなくすんですまあいいかと、はい、散らかっても平気ではあるんです。あでも綺麗にするのも割とできるっていう、はい、おどっちもいけちゃうんですね。どっちもいけます。だから綺麗にするなら徹底して綺麗にします。おすごい、うん、もうなんかあの本当にもうこだわりすぎてうざがられると思います。だからA 型ですか B 型です。あまさかの私も B 型なんですよ。あそうなんですか。昔からあの仲のいい友達が B 型しかいないんですよあのよく友達に言われて強い個性強いB 型は群れるって言われて、あそうなんですねでも気がついたら確かにみんな B 型, B 型もう男女みんな含めていやなんかこう B 型 B みたいな。いやでも B 型話って結構盛り上がりますよ ね。 ありますね。 B 型当事者にしか分かんない分かんない話があるんですよ。あるんですよね。だから普段大雑把なのにこだわるんですよね、うん、あーこだわるとこ妙にこだわっちゃいますもんね。そうですよね。分かる。わーこれはねやっぱちょっと皆さんにね、うん、知っていただきたいと思います。本当に意外と A 型って言われるんですよ。あ、うん、そう細かいって言ってて、はい、うん、B 型は意外と細かいんです。あ、意外と意外と細かいんです。意外と細かい、変なところに細かかったりするから。そうそうそう。太鼓さん、俺も B 型。おいい B 型が、 B 型仲間がいいっすね。いや居心地いいあだからですかね、こんなにあのリスナーさんとみんなあのシンパシーを感じながら話ができるのありがとうございます。大塚刑事さん、いやいや、血液型関係あるの？ないですよ。ぶっちゃけの結論ない。だって、血液型なんて4つしかないじゃないですか。確かに4パターンじゃ人は収まんないですもんね。収まんないですよ。はい。うん、関係ないっす。まあでも、なんかこういう話した方が、なんかね、面白いじゃないですか。そうそう。人ってやっぱ、お互いの共通点につけると、わーってなりますよね、はい。僕はそういうツールとして思ってますよ。うんうん。あ共通するんだ、いいねっ て、 いいねって、はい、あの B 型とかこう血液型ってだから4つしかないんで絶対共通する人いるわけです。あ確かにそうですよね、はい、って言ったらやっぱりお互いの共通探したいときに話持ちかけやすいんで、うんうん、大塚さんこれ使えます。使えますよ。いや、はい、女の子は共通するものを求めてます。おお、はい、さすがキャンさん、はい、極意極意、うん、で、彼女のいない僕が言ってますここ大事ですからね。ここ大事。ここ大事ですからね。大塚刑事さん、ちなみにブラジルはほとんど大型です。あ、そうなんですよ。地域によって。こんなに差が出るんですね。差が出ます。ええー。ほとんど B 型がしかいない地域もあったはずなんですけど。ええー、そこすごそうですね。気になるな。意外と日本において B 型は少数派です。少数。だからね、偏見を持たれがちなんですよね。そうですね。B 型ちょっと肩見狭いですよ。大型、A 型が多いですからね。ね。圧倒的に。ね。そうか。AB 型は希少って言われてますけど、うん、B 型も割と希少なんですよ。割と希少なんですね。はい、そうか、うんうんうん、で大塚刑事さん、あはは、キャンさんから女子のアドバイス貴重だな、心に刻んでおきますということで、ありがとうございます。ぜひぜひありがとうございますでも30年間彼女にで僕が言ってますということで、そろそろエンディング曲ちょっと準備しましょうかね。はい、はい、じゃあ皆さんその間ちょっと盛り上がっていただきたいと思うんですけど、はい、ですね、あこれがいいかもということでエンディングちょっと曲を切り替えたいと思います。はい、夕日の見える時間にこの曲いいかなと思ったので。いいですね本当に、はい、うん、ビーチでも皆さん聴いているはずなんでね。ね、この曲ね、僕の好きなバンボックスという DJ さんのね、うん、ウォッチミーっていう曲なんですけど、
サマーって曲もありまして、はい、また構成が一緒なんですよ。なので同じタイミングで切り替わるんで、あ、なるほど、この2曲を同時に流しながら DJ するとなんかうまく見えます。あ、すごい、そういうテクニックも。勝手に、なるほど、勝手 に, 全く一緒の曲流してるようなもんなんで、はい、面白い。そこでも違う曲をこう、まあ、曲の構成が、あの構成は一緒なんですけど、はい、音が違うんで、あ、カチャカチャやってるだけでなんかすごいやってる感じになる、それっぽいのができちゃうんですね、はい、わ、かっこいい。ということで、うん、DJ に興味のある方にはおすすめする曲です。はい、はい、ということでもう1分切りましたんで、この辺で、おさらばしたいと思います。はい、皆さんどうもありがとうございます。今日もありがとうございました。本日のお相手は私キャンとナリがお届けいたしました。ということで皆さん来週もよろしくお願いします。お願いします。この後ですね、こちらから、ムービン沖縄の、そうですね、どうしよう。はい、今日は生放送でありますんでね、シュクリームさん、はい、ぜひそのまま聞いてくださいね。はい、それでなんかね、急になんか頭から飛んじゃってね。はい、ムービングウェーブをお届けしますんでね、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。すいません、皆さん来週もよろしくお願いします。ということでありがとうございました。